人僧長福津、光広市帝は、明朝の、第四代皇帝。意味縄高沖、病号は人僧。日本では、その在位中の言号から一般的に、光広市三角と称される。円王時代の永楽三角の着長子として生まれ、父の即位後に皇太子となる。幼少より病弱であり、また成人すると極端な肥満体系となり、自ら歩くことも困難だったと伝えられる。 また、弟である、カムウォシュ、コウアツも自らが、父の後継者になることを望んでいた。英楽ミカドは、病弱なことを理由に、シュダカオキの敗退士も検討したが、シュダカオキの息子であるシュセンキが英明であったことにより、敗立は実施されなかった。英楽ミカドは在位中に、たびたび申請を行ったため、刑場を留守にすることが多く、シュダカオキは韓国として、 英楽三角の代理を務めた。しかし、皇太子に仕える謹慎が、漢王の一派によって残限され、後に、名臣三葉の一人として知られる様式なども投獄された。英楽二十二年、英楽三角の崩御に伴い主高起きが皇帝に即位する。皇宏指定は、まず、英楽三角に還元して投獄された、元戸部直将、夏原吉らを釈放し、次に、 西南の変の際に、見聞帝の進化であり、永楽帝即位後に奴隷や官喜とされた家族たちを赦免し、没収されていた彼らの財産を返還した。また、恣意的な法律の適用を防止するために休憩を禁止している。永楽帝の度重なる外政によって国庫が圧迫される状況を、韓国として批判的な立場で見ていた、高広指定は、後は、 一切の外政を行わず、また、北京を都の城としていることが、北方民族の動向に影響を受けやすいと考え、南京関東を計画している。しかし、この戦闘計画は、高広島門の崩御により実現しなかった。高広島門の知性はわずか一年であるが、その知性は、恵む民を主眼にした人生であったと記録されている。永楽年間も韓国として、長期間にわたって、 内政実務を担当し、過度な傍聴政策と恐怖政治を緩和し、民力の休養と国府の増大に努めた。民史には、郝広島美が長寿であったならばその知性は、文系の地同様のものになっただろうと記述されている。後政の家は、この人層郝広島美と戦争戦特定の知性を、人選の地と総称し、民の最盛期であったと評価している。広が崩御した 五人の避賓が巡視した。戦徳亭主選挙母は、正高皇后長氏、定安氏王主戦母は、県尻氏、古志安氏王主戦母は、正高皇后長氏、昆王主、仙吟母は、県尻氏、条件王主戦母は、正高皇后長氏、茨城県王主戦母は、準飛長氏、準安氏王主戦王母,母は、県尻氏、東海王主戦母は、 紀比角氏両宗王主戦母は紀比角氏栄安氏王主戦母は紀比角氏秋人州実力牧十広氏元年五月下の富城による明英宗実録牧二百四十四影安五年八月おのれ以上による新安旧名役、山広氏開国祖父喜びと長広氏母氏名ありがとうございます。